今日ご紹介するのは My Life as a Dog です。この映画ですね、ラセル・ハウストムというですねスウェーデンの監督が監督している作品なんですけれども、まあちょっと気難しい、こう緊張するとですねなんかこうこわばっちゃう少年の話なんですね。でお母さんを早く亡くしたんで、ちょっとおじさんの家に行くと。このおじさんの家で、まあ、いろんな奇妙な人たちと出会って、心が、まあ、治っていくと、そんな話なんですけれども、音楽が非常に良くてですね、またこの幼い、まあ、ちょっと幼い子供のですね淡い恋心みたいなものとか、自分のこの劣等感との戦いみたいなものが、繊細ながら温かい目線で描かれていて、本当にですねこうもう暖炉に当たった後のような気分になる映画ですね。これは見終わった後に、美しいメロディーのサウンドトラックもね、聞き応えがあります。ぜひこの映画大好きな人とご覧になっていただきたいと思います。 My Life as a Dog 予告編をどうぞ。